この6つの班で協力し合って楽しい探検にしていきましょう。最上川ビッグフラッグです。参加した子どもたち一人一人がビッグフラッグリレーとして最終11周目の参加校へとつなぎます。では小学校頑張ろう。もうなんか最上川と天気合っててめっちゃ抜群だなって思います。川幅は、河口の方で、約730メートルぐらいあります。今見えてる設備がですね、うちで管理している樋門というものになってまして、あ、これか。こうやって。もっと。あっちなんか、あっちは川の流れだけど。酸性とかアルカリ性っていうのは知ってますか？はい、知ってる。水にちょっと三ツ矢サイダーを入れたらこんなに pH7.5 から pH5.0 まで変わりました。最上川の水の方が魚が住みやすいと思った。この排水機場のおかげで、皆さん住んでる家がですね、こう浸からないで、済んだと。川がちょっと汚かったりしたので、私たちが成人とかになるまでにはもっと綺麗になってほしいなと思いました。最上川が山形の中で生き物の住みやすい川だなって改めて知れて、しかもこれからももうちょっと自分でどんなことができるか考えて、で家でも学校でも活動していきたいなと思いました。